ドラドラ野球 TV です。今回は毎年恒例の歴代投手と比較をする企画です。まことしやかに噂される金丸投手不安説、今回はその噂の真相を解明していきます。ということで、現在プロで活躍する投手たちのアマ時代の成績と金丸投手はじめ今年のドラフト候補投手の成績を比較してみたら、かなり予想外の結果となりました。金丸投手に不安視されている登板方も調査しました。今回は大学、社会人、独立といった即戦力編です。高校生編は次回以降にお送りする予定です。ぜひ皆様おすすめのドラフト候補も気軽にコメントくださいね。それでは行ってみよう、レッツラゴー。どやどや、今回見ていく数値はまずこの3つ。簡単に説明しますと、その投手が9イニング投げた時の自責点が防御率、取れる三振数が奪三振率、与えてしまう四死球が四死球率となります。あとはこの2つ、奪三振数を四球の数で割った KBB、 こちらはその投手のコントロールの良さが分かります。続いて WHIP はその投手が1イニングあたりに出すランナーの数が分かります。こちらの2つの指標はファーボールで計算するのが正式ですが、今回のデータはデッドボールも含む四死球で計算していますので正確な数字ではありません。参考としてご覧ください。まずは歴代の大社卒投手のアマ時代の成績から、その後の活躍度との相関関係を見てみましょう。今回対象にしたのは過去の約10年でドラフト指名された12球団のチームを代表する大社卒投手46人です。昨年指名を受け1軍で活躍している小田島投手、竹内投手、西舘投手も加えました。球団により偏りがあるのはご了承ください。このように46人のアマ時代の投手成績を整理していきました。もちろんですが、所属するリーグレベルも違いますし、手に入ったデータのスパンも各選手で異なりますので、あくまで参考にしかなりませんので、あしからず。平均した数値がこちら。上の3つが9イニング投げた時の自責点、奪三振、四死球と考えると、さすがにプロで活躍する投手はアマチュアの世界では圧倒していることが分かりますね。こちら昨年作ったデータで一部選手のみとなりますが、5つの項目のうち平均以上の数値をいくつクリアしたかを表したものです。5つの全ての指標が優秀の数値をクリアしたのが大野投手と菅野投手。さすがの大エース、大学時代からすごい成績。そして選手名のバックがクリーム色なのは何を表すかというと、プロで年間13勝、30ホールド、30セーブのいずれかを達成している、いわゆる一流投手14人。この14人が上位を占めると思ったら全くそうではありませんね。かなりまばらです。中でも目立っているのが DeNA 投手陣、今永、山崎、伊勢といった球界を代表する投手たちは優秀指標はなんとゼロ。これを見ても大学時代の総合的な指標の優秀さはプロでの活躍度の参考要素にはなるが、それは絶対条件ではないということが改めて分かりました。どやどや、ということを踏まえて今年のドラフト候補、注目の大社卒投手たちの成績を見ていきましょう。こちら小さくなって申し訳ありませんが、2024年ドラフトで支配下指名が予想される主な投手の成績一覧です。後ほど拡大して細かく解説していきます。この中ではやはり大学ジャパン、関西大の金丸投手が4項目でトップの数字を叩き出しています。奪三振率は同じく大学ジャパンで東海大静岡キャンパスのサウスポー宮原投手がトップですね。さあ細かく見ていきましょう。指標比較は所属リーグのレベルの違いなどデータレンジが一定ではないため一つの参考にしかなりませんが、今年のドラフト候補で5つの指標平均を超える大社投手が4人いることが分かりました。それは1人目は関西大の金丸投手、言わずもがな今年のドラフトの超目玉投手です。表の右に示すのが頭で紹介した現在プロで大きく実績を残している投手たち46人のアマ時代の平均値です。金丸投手は全ての項目で圧倒的という数字を残していることが分かりますね。有識者の中では近年のドラフト候補の中でも群を抜いてすごい怪物級の投手と評する方も多い大物ピッチャー、12球団どこも絶対欲しい投手でしょう。2人目は NTT 西日本の井原投手です。大正大時代からドラフト候補と騒がれた小柄な左腕ですが、社会人入りして2年、最速148キロとパワーアップして再びドラフト戦線に戻ってきました。
レベルがプロに最も近いであろう社会人野球でこの成績を残していることはスカウト陣にも安心材料になるでしょう。金丸投手をくじで外した球団が狙う可能性は大です。3人目は福島県の東日本国際大の藤井投手です。今年の全国大会でも好投を連発し、チームをベスト4まで導いたその実力は折り紙付き。その後行われた大学ジャパンハーレム大会でも好投を繰り返し、日本の優勝に貢献、胴上げ投手にもなりました。個人的に気になるのは藤井投手の指名順位で、近年ドラフト上位はスケール重視の傾向。身長が175センチとプロの中では小柄な部類の藤井投手はどう評価されるのか。動画投稿の現在、プロスカウトのコメントが一件も報道されていません。藤井投手の指名順位は個人的に今年のドラフトの注目ポイントの一つです。最後4人目は富士大の安徳投手です。富士大といっても静岡や山梨でなく、岩手県花巻市にある強豪校。富士大のドラフト候補投手といえば左の佐藤投手が真っ先に上がると思いますが、安徳投手も見逃してはいけません。全ての指標が優秀ですし、中でもコントロール指標 KBB は6と圧倒的。今年の春リーグは最優秀防御率、ベスト9のタイトルも獲得しています。安徳投手はじめタレント軍団、富士大から何人ドラフト指名されるかも注目ですね。どうやどうや。そして2人ほぼクリアしている選手がいますので紹介しましょう。まずはセガサミーの庄司投手です。特徴的なピッチングフォームのサウスポーで、今年左の即戦力リリーバーを取るなら彼と押す方も多い実力派。こちらの成績は確認できた最近の10試合の登板での指標ですが、奪三振率が16近くとどえらいことになっていますね。球質の良いまっすぐとカーブやチェンジアップで打者を翻弄していきます。即戦力リリーバーを何位で指名できるのか、各球団の探り合いが見ものです。続いては独立リーグ、徳島インディゴソックスの中込投手です。大卒1年目の22歳。テイクバックの小さなショートアームからマックス148キロのストレートを投げ込む3クォーターで、11年連続で NPB に選手を送り込んでいるプロ予備軍の主戦セットアッパーです。注目すべきは奪三振率の高さと四死球率の低さ。それによって数値の上がるコントロール指標 KBB は今回調べた29人の中で金丸投手の 7.55 を上回る 8.38。 徳島の先輩である昨年の椎葉投手2位指名とまではいかなくても、サプライズ指名があっても驚かない好投手です。どうやどうや。それでは以降は歴代平均超え項目の多い順で簡単に紹介していきましょう。こちらは先ほど紹介の6人と以降の平均値を3つクリアしている4投手です。ドラ1候補の右腕愛工大中村投手、そして上位候補の3人の左腕環太平洋大徳山投手、富士大佐藤投手、東海大静岡キャンパスの宮原投手です。春のリーグを全休して故障が心配された環太平洋大の徳山投手は先ほど行われたオープン戦で久々の登板を果たしました。秋のリーグでの完全復活が上位指名の試金石となるでしょう。続けてはこちらの10人、上位指名が噂される性能運輸吉田投手、日体大の寺西投手以降は注意から下位で指名が期待される社会人が続いてますね。奪三振率が高い順なら山葉沢山投手、茨城トヨペット中島投手、徳島インディゴソックス工藤投手、神奈川フューチャードリームスの浅戸投手。四死球率が低いのは三菱重工ウエスト鷲尾投手と KMG ホールディングスの木下投手。最速156キロの木下投手がフォアボールが少ないのは意外でしたが、逆に奪三振率がもう少し欲しいところですね。あとは上位候補が噂される法政しのぎ投手と国学院大坂口投手。平均クリアゼロながら成績が破綻している指標はなく、2人ともかなり似通った数値。大化けは期待できないかもしれませんが、確実に戦力にはなる2人という印象でしょうか。個人的にはしのぎ投手の伸びるようなストレートは魅力的ですし、坂口投手は昨年西武ドラ1、当時国学院所属の先輩竹内投手の火消しを何度もそつなくこなしてきた姿が印象に残っています。秋のリーグの2人の活躍に期待したいです。最後はこちらの9人、春のリーグで一気に覚醒した青学の児玉投手、元プロの父を持つ吉鶴投手、中村投手とともに愛工大を引っ張る樋口投手といったサウスポーや三菱重工ウエスト武田投手や大慶大
林投手など実力派の右腕も悪くない数字を残しています。今回歴代の活躍投手たちの指標を見ていて感じたのは、最近はその価値が疑問視されている印象のウィップが結構重要ではないかと感じました。なぜかと言いますと、こちらの表は頭で紹介した歴代の活躍投手のアマ時代のウィップトップ10です。シーズン13勝、30ホールド、30セーブのいずれかを達成しているクリーム色の投手が他の4つの指標より圧倒的に多かったので、あくまで参考ですが、ウィップの良い投手に注目するのも良いかもしれません。またウィップとの組み合わせで KBB も良い投手はプロで先発で成功し、一方奪三振率が高い投手は救援型で成功しているのも面白い傾向です。こちらが今年の候補たちの指標別ランキングで、左からウィップ、KBB、奪三振率の順です。金丸投手は当たり前のようにどの数値もランキングしていますし、この数値から見てもセガサミーの庄司投手はリリーバーとしてうまくいく可能性を感じます。また富士大の安徳投手は KBB もよく、あくまでデータ上ですが先発としても活躍できるのではと見ることができます。皆様の推し選手セレクトの参考にお使いください。どやどや。それでは最後に金丸投手の何が危険だと一部で言われているのかを見ていきましょう。懸念されているのは投球イニング数と故障歴、いわゆる大学野球での酷使で故障しやすい状態になっているのではと言われています。実際昨年ドラフト指名された中日1位草加投手、阪神1位下村投手がいきなりトミー・ジョン手術となり、大学時代の酷使が原因ではないかと疑念を持っているファンもいると思います。とは言っても正直金丸投手が完璧すぎる結果を残しているので、指名を考えているどこかの球団が競合数を減らすためにマスコミを使って混乱させているだけじゃないかと個人的には思いますが、そういったネット記事が報道されているのも事実ということで、金丸投手は本当に大学時代投げすぎなのか調べてみました。こちらは調べがつく限りの3投手の大学通算イニング数です。この数字は公式試合のみの数字ですし、全ての投球イニングとは言えませんので参考まで。まず金丸投手は春までに232イニング投球しており、草加投手の 166.2 イニング、下村投手の 148.1 イニングより通算の投球回は多いです。ただ1年秋からコンスタントに投げ続けている金丸投手の投球回が増えるのは自然で、3年秋と4年春の投球回は3人とも大差はありません。そしてこちらは歴代の活躍投手アマ時代投球回も調べました。トップは巨人の菅野投手でなんと380イニング。時代が違うかもしれませんが、金丸投手の投球回はそこまで心配するほど多くはないのではないでしょうか。正直怪我や故障というのはこれが原因と言える簡単なものではないでしょう。いつ怪我をするかは誰もわからないし、怪我を一番したくないのは本人です。どこかの解説者の方がおっしゃっていたのですが、スピード化が急速に進む現代野球では投手の肘は消耗品として割り切るしかないという発言がありました。そしていずれ起こるかもしれない手術をネガティブに考えるのでなく、必要なメンテナンスと考えることも必要とのことでした。素人から考えると本当にすごい世界です。そんな覚悟を決めて野球に取り組む選手たちに尊敬の念を忘れてはいけませんね。ということで今回は歴代の活躍投手と今年のドラフト候補を比較してきましたが、いかがだったでしょうか。超目玉の金丸投手以外にも注目の投手がたくさんいましたね。ぜひ皆さんのおすすめの投手もぜひコメントくださいね。ご視聴ありがとうございました。またね。